はい、皆様こんにちは。今日はね、偶然見かけた木芸の寺ですね。ちょっと名前が分かりません。白い花がね、綺麗に咲いてるの見えたんだね。ちょっとこれ綺麗でしょ。はい、こうやってね、お寺の前にこうしてあるとついついね、寄ってしまいますよね。防火水槽って書いてあるね。綺麗ですよね。まあ南無阿弥陀仏って書いてあるんでね、浄土宗か浄土真宗かと思うんですけどね。木芸のお寺やろうか。ちょっとだけ寄らせてもらおう。まあ、ショート動画かもしれないしね。南無阿弥陀仏ね。よっこしょー、階段で。車と駐車場とかないんで、ちょっと道端にね、ちょっとすいません。止めらせていただきました。よいしょ。はあ、よっこしょ。しかしこれ、向こうの方には降りられへんのかな。ちょっとそこにどないし降りたらええのかちょっと分からへんですね。向こう側から歩いてくるのかな。まあそれでもまあまあ別にここから見とけばいいですわ。あそこにも咲いてるしね。はい、盆栽ですね。50層で、なんか分からへんな。ね。あれはサルス、あ、でかいサルスベリの木あるわ。しかしもうこの辺もね、サルスベリ植わってきとるからね。上を見上げてもね、ちゃんと映ってくれへんから。困るんです。サルスベリ上に咲くとね。なかなかね。どこが咲いてんのか分かれ。向こうか。あの辺か。あの辺咲いてんねんけどね。ちょっと空の色と混じって分かりにくいね。ああ。まあちょっと漢字で分かってください。これサルスベリの木やからね。はい。裏はお墓で、これ五道やと。へぇ。何山と書いてあるかな。なかなか立派ですね、ほどほど。はい。ユリの花が咲いとって。ちょっと裏の木芸だけ見に行きたいな。金龍山って書いてあるのかな。新行寺っていうのかな。心に行く寺と書いてある。ちょっと失礼しまして、この木屋を移して帰りましょう。そうね、この下どうしようか。綺麗ですね。なかなかね。こっちの色とこっちちょっと色がちゃうね。白とこれと。色は何かあるのかな。あ、こういう顔。これどっかから車で回る。あ、こっから降りれるの。だけどこんなとこ危ないとこじゃないか。ちょっと行き方がちょっと不思議やね、向こうの。はい、まあそんな感じですか。まあいいですわ。という感じでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。